にちは、レビチューブです。今回は私たちが子どもの癇癪にどう対応してどう落ち着かせていたかをご紹介します。自分のやりたいことがうまくできなかったり、自分のやりたいことをうまく伝えられないときに癇癪を起こすって感じだよね。癇癪を起こしてる間はこっちが何を言ってもわーってなってて聞こえてないんだよね。抱っこしてなだめようとしても全力でこう振りほどいてね、拒否されてたから、子供が落ち着くまで見守るようにしてたよ。まあ、見守るって言っても放置するって言った方がしっくりくるんだけど、癇癪を起こされるとやっぱりね、こっちもイライラしちゃうんだよね。だから子供も私もお互いに落ち着くための時間が必要だったんだよね。そして子供がちょっと落ち着いてきた時になるべく優しくね、話しかけるようにしてたよ。そうすると子供も少しずつ我を取り戻す感じで落ち着いてきたかな。そうなんだね。うちの子も癇癪中はもううわーって激しかったから、私もイライラしちゃってたんだけど、そんな時は深呼吸をして私自身の気持ちを落ち着かせてから子供をギューって抱きしめてたよ。でも癇癪中って抱きしめるのも嫌がらない？嫌がってたんだけど、そのままギューってしながら、抑え込む気持ちに共感してあげるように、嫌だね、泣きたいよねって話しかけてよしよししてあげると、だんだんと落ち着いてきたかな。癇癪を起こすと、ああまた始まったってね、ママは正直面倒だなって思うこともあると思うんだけど、今になって振り返ってみると、あの時うちの子自我が芽生えてきてたんだなってちょっと嬉しく思うよね。もちろん私たちの方法もこれで 100% うまくいっていたわけではなくて、比較的この方法で落ち着くことが多かったよっていう方法なので、皆さんもお子さんに合った方法を探してみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。 YouTube のチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録お願いします。またレビチューブの Instagram ではお子さんの可愛い写真や動画をご紹介しています。皆さんもハッシュタグレビチューブをつけて可愛い写真や動画を投稿してくださいね。お待ちしてます。